はい、あ、いい感じです。沖縄、あ、いやWhy you be there down there? Thank you. Then I think that. やべ、始まった。ちょっと待って。あ、でも大丈夫ですよ。準備できてからね。まだまだまだ。ちょっとまだなんです。実は。画面が見れてないってこと？はい。OK ね。はい。行きました。じゃあ行きますね。はい、玉那覇直哉のパイロットになろう。この番組はパイロットになりたいという方々や航空業界が大好きな方々、そしてパイロット資格をお持ちの方々に面白くて役に立つ、そういった情報を目指して、国内初の日本人 FA パイロット試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でコミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古から放送しております。FM ギノワンツイキャスト、玉那覇の Facebook ライブの同時配信もしております。番組終了後は YouTube にてアーカイブされます。番組へのご質問コメントは今放送中のツイキャス FM ギノワンのメールなどで受付しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。さて、先週のスカイマンスのリスナープレゼントにたくさんのご応募ありがとうございました。発送をもって当選のお知らせとさせていただきます。ありがとうございました。さて、この番組はこれまで県内外のリモート参加してきました。アメリカからの参加もありました。そして今日はなんと初カナダです。カナダからの生中継です。カナダでパイロット教官として活躍中の日本人女性をお迎えしております。飯島真美さんです。幼い頃からパイロットに憧れ、好きな英語を生かすべく英語専門とする大学に進学、そしてその英語力を武器に就職し、海外出張でキャリアアップ、そこからのパイロット挑戦を決め、今ではカナダの空を楽しんでいる飯島真美さんをお迎えしております。この番組ではですね、パイロットを目指したきっかけ、そこから社会人時代の準備期間、念願のパイロット訓練、そして念願のキャリアパイロット、ジェット機の パイロットのキャリアまでの計画など、時間の許す限りたくさんお聞きしたいと思います。マミさんへのたくさんの質問コメントもお待ちしております。それではお楽しみに。大丈夫？大丈夫？大丈夫？マミさん聞こえてる？大丈夫？よしよしよし、オッケー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 。そもそも今流れてるのかな、フェイスブックでは。見てみましょうね。やばいよ。なかなかやっぱりうまい馬にいかないね。多分マミさん向こうで、ね、はい、どうなってるんだろうと思ってスタジオバタバタですよ。4分間の間にね、はい、セッティングしてね、放送接続してね、4分の間に汗かきまくり。でもね、今日ねたくさん話したいことがあるのよ、本当に。うん、もうね、この間も昨日打ち合わせしてね、少しフェイスブックは始まってない。始まってない、マジか。まあそれはあれですね、FM 技能の
もので見ていただくと、ね、少しでも感謝を。あ、そうですね、お願いします。あ、いい感じですね。これでいいですか。はい、いいと思います。あと何秒。あと、あとまだ40秒。あと20秒、よし、40秒あります。それで、フェイスブックが流れてないっていうのかな、ちょっと気になるところだけど、リストリームの接続の、ね、まあ、その辺はもう始まっちゃったんで一番肝心なのは、おみさんの声がちゃんと聞こえるかどうか。あ、それは OK よね。それは大丈夫。あ、ちなみに今 YouTube で、はい、長岡さんから、はい、おはようございます。Facebook ライブってどこを見ればいいんですか。すみません。Facebook ライブでなんか今休憩中。休憩。やばいやばい。じゃあ終わった5秒前ですね。はい、宮原さんおはようございます、いろんなところもありますが、早速ゲストをご紹介したいと思います、カナダから生中継、飯島真美さんです。おはようございます。おはようございます。こんばんはかな。カナダは、カナダは今何時ですか。こんばんはですね、はい、今夜の7時です。夜の7時。こちらは朝の11時で、はい、まだ明るいです。まだ明るいんですか。です、何時までが、まだ明るいです。何時ぐらいまで明るいんですか。今は9時前ぐらいまで明るいです。ああ、すごいですね、はい、カナダですね、うん、はい、飯島真美さん、今日は本当にあの貴重な時間ありがとうございます。いえ、自己紹介よろしくお願いします。はい、わかりました。今ですね、カナダの一番西側にあるブリティッシュコロンビア州の国際空港、ビクトリア国際空港の中にある、フライングクラブ、ビクトリアフライングクラブで飛行教官をしています飯島真美です。今教官になって1年約2ヶ月経ちました。はい、はい、ありがとうございます。皆さん聞きました。カナダで教官パイロットをしているんですよ、ね、あの私自身がね、あのアメリカの教官、まあ、してたし、たくさん会話してるんですが、カナダに対してね、あまりその情報がなかったので、もう今回のね出会いがですね素晴らしく、もうカナダの話いっぱい聞きたいなと思っております。真美さんね、あのはい、ブログも拝見しました。素晴らしい、はい、ブログで今までの経歴がすごくあの細かく書かれていて、たくさんの方々が参考になる情報だなと思って見てたんですけども、そもそも真美さんがパイロットになろうと思ったきっかけっていうのは、はい、いくつぐらいでどういうことからだったんですか。そうですね、あのきっかけとしては、一番身近な存在である母がきっかけになっていて、というのも母があの若い頃に某国内線専門の、航空会社の客室乗務員をしていて、でもう私が生まれた時にはもう、退職してたんですけれども、まあ、小さい頃から母の話、フライト中とかステイ中の話を聞くの、が大好きで、その頃からですね、漠然とあの飛行機操縦したいなっていうふうに思い始めました。そのお母さんの話を聞いて、客室乗務員じゃなくて、はい、操縦の方に行ったわけですね。そうですね、母の話は母の話で好きだったんですけど、はい、私はもっとあの大きい飛行機を操縦して、コックピットからいろんな綺麗な景色を見たりとか、いろんな国に行ってみたいなっていう気持ちでパイロットの方に興味を持ちました。それは何歳ぐらいだったんですか。それは多分物心ついた頃なんで、もう5歳ぐらいとか、本当にその頃はもう全く漠然とした憧れっていう形でした。はいはいはい。まあ、それからね、まあ、5歳、まあ、小学校、中学校、まあ、高校行くんですけども、うん、もうすぐ最初からパイロットを目指したっていうわけじゃないんですよね。そうですね、そういうわけではないですね、うん、そうですね、実際には、まあ、大学進学を考えるにあたって、まあ、またこれもすいません、漠然としてるんですけども、まあ、戦闘機乗ってみたいなっていうふうに思って。戦闘機、まあ本当に漠然として今思えば本当に漠然としてるんですけど、これかっこいいなと思って、はいはい、防衛大学見学に行ったりとかしたんですが、当時って、はい、裸眼視力で 1.0 とか、はい、なくてはいけないっていうような時代だったので、その頃私目がすごく悪くって、はい、まあ、ちょっと厳しかったので一旦保留っていう形にしました。あ、なるほどなるほど、はい、あ、確かにその当時はね、視力は裸眼で 1.0 ないといけないよっていう時代だった、まあ、時代はもうかなり変わりましたよね。 でも、はい、戦闘機に乗ってみたい
そうですね。それももう本当に今思えば本当にただただ漠然としたイメージ。ということはアクロなんかも興味あるんですか？その曲技飛行みたいな。そうですね。はい、今すごく興味があって本気でやりたいですね。素晴らしい。でそうやってまあ、一時期は諦めたというところで、大学進学もやはり航空ではなくて別の専門のなんか分野に行かれて、はい、そうですね、はい、でまあ、パイロットは一旦保留という形にして、うん、その他自分が大学で何やりたいのかなって考えた時に、海外留学をしたいと、うん、日本を外から見てみたり、異文化の中で生活したりとか、本当に自分が体験したことないことを体験できるような留学をしてみたいっていうことで、うん、大学は関西にある、外国語大学に、うん、入学して、うん、専攻は英語とドイツ語っていう超文系の、はい、企画部に入学しました。専攻はドイツ語と英語両方？英語です。あ、英語、英語とドイツ語、はい、英語とドイツ語。ドイツ語もじゃあ大学時代で勉強されて今も喋れるんですか？勉強したんですけれども、あまり身につかなかったドイツ語は。へえ、まあ、そうやって大学時代、うん、まあ、外国語を勉強されて、まあ、はい、頭の中にはまだ、うん、飛行機っていうのはあったと思うんですけども。そうですね、ありました。まあ、実際に身体検査という意味では、はい、まあ、諦めかけてたんですか？諦めてたというか、他に興味がもっとできたので、うん、とりあえず心の中にあっただけ、うん、諦めっていうことは全くなかったです、ね。あ、なるほど。うんうんうん。まあ、そうやって大学を、うん、まあ、卒業されて、ブログも拝見しましたけども、はい、就職をされて、うんうん、はい、その企業の中でやっぱり、語学を生かしたっていうお仕事なんですか？そうですね、まあ、大学留学、大学、日本の大学に入学して2年生から3年生になる1年で、交換留学プログラムっていうのを利用してフィンランド、北欧のフィンランドに1年間留学してたんですけれども、で、まあ、そこで英語を磨きつつ、せっかくヨーロッパっていっぱいいろんな国が近くにあるので、もうとにかくたくさんの国を旅行してみたいっていうことで、バックパッカーとして、まあ、30カ国以上多分回ったと思うんですけど、自分で、はい、計画、はい、して、まあ、学生なのでユースホステルに泊まったり、あと、はい、冬休み春休みに、自国に帰っている友人の家をに泊めてもらったりだとか、はいはい、そういうふうにしていろいろ国を回ったんですけど、はい、まあ、その中で、彼らが自分の国とか自分の住んでるところ、文化、食事とかを本当に誇らしく丁寧に紹介してくれる姿を、はい、まあ、見て、はい、私も、まあ、就職を考えるにあたっては、うん、世界に日本のいいもの、うん、ものだったりサービスだったり製品を紹介できるような仕事がしたい、はい、でかつせっかく大好きなヨーロッパで留学してたので、いつかちゃんとビジネスをし仕事をしにここに帰ってきたいっていう気持ちが強くなって、その海外営業と欧州へのチャンス、で仕事をするチャンスがある企業ということで、日本の自動車メーカーに就職しました。はい、へー、目的がしっかりしてるさしかも30カ国ってヨーロッパだけでですか？ヨーロッパだけですね。ヨーロッパ多分40何カ国あるんですけど。じゃあほとんど制覇してるじゃないですか。ほとんど回りましたね。ほとんどは。はい、すごいな、それもまた。うん、そうです。それは打ち合わせでは聞いてなかったな。あ、本当ですか。それはすごいな。30カ国、はい。でもヨーロッパって私一回も行ったことないんですけど、英語、はい、まあ、学生時代ドイツ語もやられたっていうので、はい、言葉には問題なかった。そうですね、言葉は問題なくて、ただ例えば、あ、そこはどこだったんだろう、スロバキアからハンガリーに行くとか、うん、そういうちっちゃな駅のお店の人はやっぱり英語は喋れなかったりするので、うん、もうなんとかドイツ語混じりとか、フィンランド語もちょっと勉強してたんで、もうちょっとなんとかかんとかコミュニケーションするっていう場面もありましたけれども、基本的には英語で、はい、全然回れました。チャレンジャー、すごい、はい、すごいで、フィンランドって、はい、北欧じゃないですか。そうですね、はい、なんかすごくなんか心が豊かな国という、教育にも熱心でっていう話を聞いてるんですけども、うん、
はい、本当にじゃあそういう本当いろんなヨーロッパの国、うん、文化も違うみんな誇らしげに仕事をしていてっていうところで、まあ、感化されて自分の日本っていう国もきちっと紹介できる人になろうそうですいうところで、はい、次のステップに進むわけですね。そうですね、はい、そうです。で実際その就職されてですね、はい、どうでした、やっぱり自分の思いっていうのがちゃんと伝わって、うん、海外に、うん、その我々日本の国の自動車部品を、うん、営業しに行くっていう仕事はもうすぐできたんですか。はい、すぐではないんですが、希望通り営業部門に営業部門に配属してもらえて、うん、最初の入社から3年目は国内のカーメーカーさんの担当、うん、営業をさせていただいてて、うん、で、5年目ですね、すいません、5年目になって、うん、初めてその営業部で若手のまあ入社4、5年目ぐらいの若手を海外の法人に1年間研修させようっていうプログラムが立ち上がって、うんうんうん、もう即、応募して、うん、選んでもらえて、うん、それで5年目に1年間メキシコの法人に研修に今度はメキシコですか。はい、世界を股にかけてへえ、そのメキシコが期間はどのぐらい行ってたんですか。メキシコはちょうど1年間です。ってことはスペイン語も喋れる、はい、スペイン語は、その時に勉強しました。その時にはい、あ、ちょっと出向する前に少しだけ準備期間で語学学校に行って、はい、あとはやはり現地に行ってからお客さん周りをする中で、はい、同僚の車の助手席に座っていつも一緒に話したり、はい、辞書を持ってこれはどういう意味かっていうのを確認したりとかして結構話せるようにはなりました。その時は今はちょっと忘れちゃいましたけど、いや一つの言語をね、まあ、例えば一般的に日本の方が、まあ、外国語と英語なんですけども一言語をマスターするっていうか、うん、習得するのも大変なんですけども、その、うん、ドイツ語、フィンランド、スペイン語語学って何かコツがあるんですか、その勉強するのに。そうですね、やっぱり何か目的があると勉強に熱が入りやすいかなと思いますね。この人と話したい、お客さんと話したいから、ちゃんと喋れるように自分の言葉で喋れるようになりたいとか、そういう何か具体的な目標があるとただ勉強っていうことではなくて楽しみが増えるのかなって思います。あ、はいはいはい、あ、例えばその教材を使って英語を勉強するというのもまあいいんだろうけども、うん、もう具体的にピンポイントでこの人と話をしたいとか、うんうん、例えばこの映画を字幕なしで見てみたいとか。そうですね、はい、この人のスピーチを リアルな言葉で聞きたいとか、うん、みたいなもんですよね。そうですね、はい、そんな感じだと思います。なるほど、これはすごく参考になりますね、うん、ただそれもやっぱりいろんなところに情報ネットワークを張っていって、自分の好きなものっていうのはやっぱり調べないとね、そこにたどり着かないと思うんですけども、うん、いや、そうですね、その学生時代から培ったというか、もともとおまみさんが持ってらっしゃるものと思うんですけども、その、うん、なんだろうな、行動力というか、うん、エネルギッシュに動くそのパワーはこれは同じ例えば同期の学生男女問わず、はい、みんなそんな感じ、それともおまみさんだけがなんかやっぱりバーンと特別。いや、そんなこと、いやいや、でもやっぱり類は友を呼ぶで、私も多分そういう仲間たちの前と一緒に過ごしたいっていう気持ちがあったと思うので。なるほど、やっぱりそれぞれ友人もいろんな興味を持って取り組んでる人が多かったようには思います。うん、いい仲間に巡り合えて、そうですね、切磋琢磨してですよね、はい、で実際その企業でね仕事をしてる中、はい、まあ、海外出張も多いと思うんですけども、はい、もちろん英語を勉強するようなその社会人としての経験もやる、うん、やっぱり頭のどっかには飛行機っていうのが、うん、そうですね、うん、あったんですけれども、まあ、一番大きな転機になったのが、まあ、メキシコを終えて1年日本に帰っていよいよ念願だったドイツへの出向をさせていただく機会がちゃんと回ってきて、今度はドイツ、はい、はい、ドイツに最終的に3年間駐在させてもらったんですけど、はい、そのですね、まあ、ちょうど1年半が経った頃に、うん、自分が29歳から30歳になるっていうタイミングが来まして、うんうん、で、まあ、その時ちょうど両親が遊びに来てたんですけど、うん、まあ、車を運転しながら助手席に座ってお母さんに話をしながら、やっぱりパイロットになりたいなっていうことをポツって言ったら、母が、まあ、海外で自費留学っていう手もあるんじゃないってポロって言ってくれて、
まあ、知ってはいたんですけど、まあ、その手があったかということでハッとして、そこからあの具体的にパイロットの夢を叶えたいなっていうふうに思うようになりました。へえ、またお母さんもね、はい、あのお考えが素晴らしいというか、だったら海外っていう方法もあるよねって。うん、へそうですね、まあ、そこからですか。あとですね、あと、まあ、ちょうどそのやっぱり年齢の節目っていうところもあったんですけど、まあ、あとは自分の中で、まあ、日本って、ね、いろんな災害があるんですけど、災害とかがありましたけれども、2011年の、東関東大震災、うん、あの影響がなんか結構大きくって、うん、やっぱり映像とかニュースを見ると、うん、本当にいい人も悪い人も一瞬でその命を奪われてしまうっていうのをこう本当に心に強く感じて、うん、やっぱり人生って無限じゃなくて、あのいつかは終わりが来るじゃないですか。でその終わりが来た時にやっぱやり残してやっとけばよかったって思うのは絶対嫌だなっていうふうにちょっとその時からすごく思うようになって、うん、それもあってあの一番古いあの自分の夢だったパイロットになることをやっぱり絶対叶えようっていうふうにその時に思いました。うん、あ、じゃああれが転機になったんですね。確かにあのそうですね、うん、出来事でいろんな人生の転機、の人はたくさんいると思うんですけども、まみさんの場合はそう言って、まあ、後悔したくないというか、自分が夢だったものはやっぱり実現したいという思いがあって、うん、もう当然社会人になられて数年経たれて、もうキャリアも積まれてて、ね、うん、あのドイツに3年決まった、はい、決まった時ですよね。決まって1年半経った時ですね。はいはい、あ、そっか。自分が決意したのは、うん、はい、ちょっと、はい。でも、仕事をし始めてから。ドイツに3年間って、はい、その3年間の間もやっぱりもうやるって決めてるはいるじゃないですか。はい、そうですね、はい。その時の気持ち、例えばもうドイツ、もちろんキャリアとして、ドイツに3年間仕事任されて、これもすごいことだと思うんですけども、うん、でも自分の頭の中で、うん、パイロットの訓練も自費やってみようって、この両立、気持ちの両立ってどうなんですか。うん、そうですね、最初はちょっと難しくて、やはり、まあ、そうやりたいって思ってから、もう年齢ももう30になってたので、できるだけ早く行った方がいいんじゃないかっていう気持ちもあって、多少焦ったんですけれども、一方でやっぱりドイツに行かせてもらったのも自分が本当にやりたくって行かせてもらったので、しっかりそこもやりきりたいっていう気持ちもあって、うん、でそういう時にあのちょうどですね、今カナダでエアラインパイロットされている、Facebook のグループの管理人もされている小出さんが、実はあの大学の先輩ってことをそのあたりに知りまして、うん、であのコンタクトさせていただいてアドバイスをいただいて、うん、結局あのまあ海外っていうのは年齢は関係ないということをお話を聞いたので、うん、まあ、ちょっとやっぱり焦りはありましたけれども、うん、まあ、ちゃんとしっかりやりきって準備をして、うん、それからあのカナダに渡って集中して訓練をしようっていうふうに、そっちの方にあの切り替えました、気持ちを。うーん、その、まあ、確かにね、あのカナダもアメリカも諸外国もそうですけども、基本年齢とか、ね、うん、あの性別とか関係なくパイロットで仕事はできるんですけども、うん、はい、まあ、準備って今おっしゃいましたけど、どういった準備をされたんですか。そうですね、まずはとにかく情報収集、本当に何もなかったので、うん、まあ、簡単に言うとインターネットで、パイロット留学女性カナダとか海外とか、うん、そういうキーワードでとにかく探して、うん、情報収集して、うん、あとはそういった小出さんだとか、小出さんから紹介していただいた先輩方に、うん、アドバイスいただいたりして、その情報を自分なりに消化して、うん、渡航計画を立てて、うん、というような感じですかね。うーん、じゃあ具体的に例えばあの、まあ、カナダのどこの学校って決める期間から実際に行く期間って、うん、はい、何ヶ月何年ぐらいかけて準備されたんですか。大体ですね、もうここの学校にほぼ決めたのが実際に渡航する1年半前ぐらいですね。うん、はい、かなり前から、うん、はい、もう決めていて、うん、という形でした。もちろん仕事をしながらですよね。そうですね、仕事をしながらもう日々あの大きな年表を作って、はい、この日に何をして、この日に渡航するので、逆算ですね、この日に渡航するので、この日が最終出社日になって、退職日がここで、はい、上司への、あの申し入れがこの日でとかっていうのを逆算して、はい、あ、
結構 長い年表を作ってました。それは会社には知らせず。知らせずですね。一部本当にあの身近な人には、はい、お話ししたこともあったんですけど、はい、基本的にはちょっと内緒で、はい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 、もちろんじゃあ しっかり仕事もしながらというところで準備をして。はい、例えばその1年半かけて、まあ、今の会社、まあ、その時の会社に、逆算して、やるっていうその準備もある、はい、あると思うんですけども、じゃあその実際に訓練をするというなんか準備ってされたんですか？はい、訓練の準備は、まずですね、3年のドイツ任期が終わって1年日本に、2016年の4月に日本に帰任したんですけれども、うん、その年の、ゴールデンウィークにビクタリアフライングクラブと、うん、もう一個だけあのバンクーバーのメインランドの方にある学校を見学しに行って、うん、初めてあのディスカバリーフライトという体験フライトをしに行って、うんうんうん、あのもう環境とかあの施設とか、うん、いろいろ生活環境も含めて見学してここに決めたんですね。それが2016年の5月ぐらいなんですけど、うん、まあ、そこからはあとはやっぱり英語の勉強だとか、あとはあのこちらに来て座学で使う教本があるんですけど、うん、それを読み始めたりだとか、うん、という本当にまあそれぐらいの準備しかちょっとしなかったんですけれども。でも英語の勉強って英語はかなりもうできてた、仕事で使うぐらいのレベルだったんですけども、あえて英語の勉強する必要があったんですか？まああのレベルを落とさないというか、そんな感じですかね。そんなにお勉強という感じではないんですけど、はい、なるほど。まあ、それがね、あの今まさにいるところですよね。あの文字が見えますよ、ポロシャツに VFC、ビクトリアフライングクラブ、はい、学校の、はい、その学校に行って、自分の訓練を始めて今そこでお仕事をされていると。そうですね、はい、ですよね。今いらっしゃるところはそのビクトリアフライングクラブの中です、教室ですよね。はい、教室、はい、を使ってます。そうですよね。あ、すみません、皆さんね、でも冒頭お伝えするの忘れました。あの私はあのスタジオのポリシーであのマスクしてます。であのマミさんもフライトスクールの、まあ、ポリシーでね、あの他にも人がいらっしゃるのでマスクをしているというところでやってますけど、はい、今その後ろに見えるのは、カナダの国旗見えます。はい、カナダの国旗でっかい、E6B フライトコンピューター、E6B、これ座学教室用ですよね。そうですね、はい、その後ろには、コックピットのポスターがあり、はい、あれはチャートかな、航空地図、はい、チャートですね、はい、はい、ありがとうございます。あのね、なんで、はい、コメントがいろいろ来てます、すいません、ちょっとコメントも紹介させていただきますね。はい、こっちか、こっち、はい、あ、そうそうそう、佐藤坊さんこんにちは、ヌーンさん、はい、遅くなりました、ありがとうございます。あ、長岡さんありがとうございます。長尾さんからメッセージですね、私も子供の頃に目が悪くて一度諦めた男です。今年の春に FA ファーストクラスに合格しましたので、コロナが収まったら動きたいなと思ってます、参考になりますということです。直屋さん、これ藤田さんですね、間に合った、ホテルのシャトル待ちしながら最初から聞いてます。藤田さんありがとうございます。あ、すごい。長岡さん2番目 あのメッセージも来てますよ、マミさんぜひあのお答えください。ビクトリアフライングクラブに教官の定年はありますでしょうか、はい、またカナダのパイロットスクールの教官の定年は大体どれぐらいでしょうかっていうご質問が来てます。ちょっとですね、定年があるかどうかわからないんですけれども、はい、私の、まあ、このクラブに所属している教官って、まあ、一番若くて23とか4から上はもう70を超えてる、うん、あの教官までいますね、うんうんうん、70を超えてるのかな、70あたりの、うん、あのそういった方って結局あの何ですかね、元、ミリタリー出身の方だったりとか、うんうん、元なんですかね、まあ、大きな飛行機に乗ってた方が、うん、教官として戻られてきたりとかっていうこともあるので、うん、本当に幅広く、うん、もう60代は間違いなくいますね、うん、ちょっと定年のすいません、あの具体的な年齢はちょっとわからないんですが、うん、多分ないんじゃないかな、うん、はい、まあ、それはフライトクラブっていうかスクールで違うと思うんですけども、うん、まあ、ちなみにこれアメリカの情報ですけども、まあ、これもやっぱり学校によって違うと思うんですが、基本定年はないんですよね、はい、あの身体検査を通って、その定期的にある身体検査も合格し、なおかつ定期的にあるそのフライトチェックというか、その技量が確認されれば別にいつまででも飛べるという意識が私にはあったんですけど、やっぱりカナダも一緒じゃないですか。私もそうですね、私もそういうイメージですね。とにかくメディカルがちゃんとして、スキルと知識が、はい、あの
あればっていうことだとは思います。そうですよね。で今ねあのおであのメッセージいただいた長岡さんね、あの私と同じ年で今年55で、まあ、これからやりたいというところですごく話はしてるんですけども、本当に海外であればね、その定年を気にせず、本当に飛びたいだけ飛ぶと、いうところがすごく素晴らしい環境だなと思います、うん、メッセージありがとうございました。でところでなんですけども、そのカナダというところでね、はい、私もすごく興味あるんですけども、そのカナダに行く決め手となった、まあ、あの先輩がいらっしゃったということもあるんですけども、うん、そのあたりはですね、うん、一旦ちょっと CM を挟みまして、後半で、はい、カナダに行く理由、そしてカナダの訓練の話をお聞きしたいと思います。フェイスブック上がってない。フェイスブックやっぱ鳴ってない。ああ、しまった。マミさんありがとうございます。今声、マミさんの声が聞こえないよ。はい。そうか。今聞こえないのか。あ、これで聞こえるから。マミさん、私の声聞こえてます？あ、聞こえます。はい、聞こえます。ありがとうございます。いい感じです。いい感じです。はい、藤田さん、途中参加でも最初は聞いてるらしいですよ。ああ、よかったです。よかった。いや、パワフルですね。ですかね。パワフルだな。あのですね、いつもですね、母からあんたはマグロみたいだねって言われるんですね。わかります。マグロって止まったら死んじゃうじゃないですか。私的にはちょっとイルカぐらいにしてもらいたいんですけど、可愛いので、ちょっとね、マグロみたいだねって言われます。へえ。例えがまた面白い。でも。でもやらないときは本当にやらないので、オンとオフがすごく激しいんですけど、あ、はい、母の評価はちょっとそんな感じでした逆にオフの時って飛行機以外ですよ、はい、カナダでどんなオフの過ごし方をしてるんですか、はい、どうなんですか。でも先日自分の元生徒さんで、この間先月ですね、ライセンス取得、先々月ライセンス取得した方が、もう本当にカナダ、アメリカもそうかもしれないんですけど、教官と生徒の距離って本当に近くって、うん、リスペクトはもちろんしてくれてるんですけど、それ以外の場合は友達みたいな形になるので、うん、元生徒さんと一緒にジェットスキー、水上スキーですかね、 あれをやりに行ったりだとかですね、はいはい、そういう、あとご飯食べに行ったり飲みに行ったりとか、いいね、はい、そんな感じです。20秒前の人嬉しいですはいコメントもまた来てるので、あ、見える、ありがとうございます。来ました。そうですね、ありがとうございます。はい、玉の花上のパイロットになろう。この番組は日本人初の国内 FAA 試験官が熱血指導する FSO パイロットアカデミーの放送で提供でお送りいたします。マミさん、CM 中で話をした、はい、マグロみたいだね、はい、いや、せいぜいイルカにしてよ多分ね、地上波を聞いてる人は何のことやと、いや、そのぐらいもう常に動いて活発に行動してるというお母様からの評価、それはご自身ではやっぱりそうだなと思いますいやー、そういう時もあるんですけど、はい、常にそうじゃないので、はい、ちょっとそうですね、たまにはダラダラしてます、はい、まあそんな中でカナダでね、すごく、ホームも充実されているというふうにおっしゃってましたけど、CM 入る前にね、なぜカナダなのか、これね、うん、すごくそのパイロットを目指す者にとってはとても貴重な情報なので、ぜひこのあたりをお聞かせ願えますか、うん、まず日本人として、はい、パイロットを目指すとなると、はい、いろんな選択肢があるじゃないですか、うん、最終的にカナダに行った、はい、カナダを選択した、うん、そのステップというかプロセスというか、そのあたりちょっと聞かせ願いますか。はい、まず、どこで訓練するかを決めるときに大きく、日本で、その当時いた欧州、ドイツ周辺の欧州と、オーストラリア、ニュージーランドあたりの豪州と北米、アメリカ、カナダっていう4エリアで、訓練のお金、費用についてちょっと調べてみたんですね。でその中で日本と欧州というのはやっぱり断トツに高くて、ちょっと違うなと、例外で、あとニュージーランド、オーストラリアも想像していたよりもかなり高くって、ちょっと違う、ちょっとまたなくなりました、候補からは、うん、そうなった時に、アメリカかカナダっていう二択になったんですが、多分ですね、どちらも航空大国ですし、世界的にもそのパイロットの技量っていうのが
評価されてると思うので、そういう訓練内容的にはほとんど変わらないのかもしれないんですけど、やっぱり海外で、パイロットになるっていうふうに考えたときには、その永住権とか就労ビザの取得がかなり大きなネックになってきて、ここも先輩方にいろいろアドバイスいただいたんですけど、カナダの場合はやっぱりいろんなタイプの申請方法があったりだとか、アメリカに比べるとそのハードルが少し、簡単ではないんですけど、もちろんハードルが少し低そうだったので、やっぱりカナダがいいかなっていうふうに決めました。そうやって決められて、じゃあカナダに行くぞっていうことで、準備されていたと思うんですけども、実際に、体験フライトはさっきしたって話しましたけど、実際にその 夢描いていたその飛行機、空の世界で初めて小型機を乗って操縦したっていうのは、今でも覚えてらっしゃいますか？覚えてます、どうでしたか？最高でした本当に楽しくて、やっぱりこれやりたいなっていうふうに確信しましたね。でそうやって、じゃあ訓練が始まりました、その念願だった、5歳から夢描いてた訓練がやっと始まりました、楽しかったですか、苦しかったですか？楽しかったです。それ聞きたかった本当に楽しくて、ただですね、もちろん途中で、何ですかね、ファーストソロに出る前とか、本当にランディングができなく、私的にはできてるつもりなんですけど、やっぱり教官からするとできてないところがあって、結構長い時間、ソロに行くまでにかかったんですけど、そういった中で、そこではちょっとどうだったか忘れましたけど、訓練の中で もちろん自分が不甲斐なくてちょっと涙したことも2回ぐらいはあったような感じなので、基本的には本当に楽しかったんですけど、時々はそういう苦い思いも味わったりもしました。じゃあなおさらファーストソロの記憶は鮮明で感動的だったんじゃないですか？そうですね、本当に今でもしっかり覚えてます。カナダの免許の取り方って、アメリカとちょっと違うというふうに前もちょっとお話したんですけども、自家用操縦士を取られて、その次のステップっていうのは何になりますか？その次はですね、もう事業用ですね、事業用を単体で取る人と、事業用に、総発契機を組み入れて一緒に取る人の2パターンが、主流というか、そういう流れになってきます。でその後、教官に なったわけじゃないですか、事業用の人が皆さん教官に行くというわけでもないんですか、やはり？というわけではないですね、そのですね、事業用と総発契機を組み合わせて訓練する方っていうのは、教官という職を、キャリアの最初にしたいのではなくて、それよりももうちょっと小さな飛行機でも、チャーター機だったりとか、そういうちょっと北の方のエリアでブッシュパイロットだとか、そういう教官以外の仕事をしたい人が、大体事業用と総発契機を一緒に組んで練習す、訓練する方が多い、多いです、確かにカナダもブッシュパイロット多いですからね。で、マミさんの場合は、その事業を取られて、教官課程に進まれて、実際、その自家用課程、事業用課程っていう課程と、あとは教官課程って何か違いました？もう全く違いますね、本当に。教官になるともちろん、教える側になるので、自分だけができて いていいわけじゃなくて、それをちゃんと消化して、生徒に教えながら、その生徒がちゃんとできるようになるっていうのを、アドバイスしたりだとか、見届ける仕事になると思うので、本当にそこはもう全く違うものでした。右席に乗ってね、喋りながら、教えるっていう全く新しいステップが始まると思うんですけども、その中で、FA の場合は CFI のイニシャルの試験って結構厳しい試験って有名で、落とされる方も結構、最初のオーラルで落とされる方が結構多いんですけども、カナダの場合どうなんですかね、教官試験って。教官試験も、最初のオーラル座学の方と、フライトポーション、実技に分かれてるんですけど、ちょっとですね、そのフェイルの率っていうのはちょっとすいません、私自身はちょっと把握してないんですが、マミさん、もしかして一発合格？いや、ちょっと恥ずかしいんですけれども、私はフライト実技の方で1項目フェイルしまして、
再挑戦で合格しました。あ、全然恥ずかしい。もう私なんか座学で落ちも、はい、しましたからね。えー、オーラルを5時間目ぐらいになんか試験官の顔が怪しくなってきて、こんなし始めて、はい、っていうぐらい、まあ、きつかったんですけども、まあそうやって教官になられて、はい、実際に教官職として今仕事をされてると思うんですけども、はい、やっぱり自分が訓練を受けてその免許を取るというステップと、今度はお仕事としてね、目の前の訓練生、うん、ちなみに訓練生は日本人外国人もミックスですか？はい、ミックスですね。コロナになる前は10名ほど担当していて、そのうち、2名が日本人で8名がカナダ人という形だったんですけど、うんうん、まあ、コロナになって、フライト訓練もですね、教官を2グループ制に分けて、制限を設けて訓練している関係もあって、今は5名だけ担当していて、うん、でちょうど3人が今日本人の方で2名がカナダ人っていう、ちょっと日本人の方が今多いです。今メッセージ来てます。これは直哉さん、多分藤田さんね、藤田さんね、はい、授業用の後、教会の流れ、そして教えながら創発ケーキのアドオンやっていくの、オーストラリアも一緒ですね、やっぱり似てるなという、うん、ところでした。はい、まあ、今実際ね、やっぱりコロナで、いろんなところで訓練止まってるんですけども、はい、今現在ね、その今、スクールの中にいらっしゃるということで、はい、数は少なくなりつつなってるんだけども、フライトはこなしてるという感じですか？実際のこのフライトスクールの中でのフライトのインストラクションは提供されてるという感じですか？あ、止まっちゃってる。あ、すいません、ちょっと今フリーズしちゃったみたいで、もう一度すいません。ですね、今カナダではビクトリアフライングクラブでは通常通り訓練は復活してるという理解でよろしいですか？そうですね、通常通り、まあ、制約があるので本当の意味で通常ではないんですけど、うん、一時期に比べれば本当にかなり飛べるようにはなったので、はい、そうですね、通常通りやってます。学校としても、マミさんとしては今訓練生が何名ぐらいお持ちで、コロナの前は何名ぐらいだったんですか？コロナ前が私は10名で、今が5名ですね、私自身、はいはい、やっぱりコロナになってからそのフライトスクールの飛び方とかインストラクションとか、まあ、グラウンドとか、うん、どんな風に変わってます？ですね、まずやっぱり密を避けるっていう意味で、教官が2グループに分かれていて、指定の予備しか働けないと、うん、でかつ1日のレッスンも最大5レッスンまでとか、うん、今まではま、as much as possible だったんですけど、うん、今は5レッスンまで、であとブリーフィングもちゃんと小部屋に入って、広い公共のスペースではミーティングをしないとか、うん、スクリーンですね、透明なビニールのスクリーンをオフィスとあとディスパッチエリアとかに設けてまして、うん、本当に距離を保つ、ソーシャルディスタンスを保って、コミュニケーションを取ったりとか、うん、はい、結構変わってしまってますね。うん、まあ、それでもね、うん、やっぱ実際フライトが継続されてるっていうのはすごくいいことなんで、自分もね、マミさんのフェイスブック、ブログを拝見してるんですけども、うん、本当に綺麗な景色が目の前に広がって、うん、羨ましいなと思って、うん、そうですね、本当にそのあたりはもう最高じゃないですか、フライトしてて最高ですね、はい、本当に最高です。もう本当にもう日々日々幸せです。綺麗な景色で、うん、そうですよね、まあ、実際フライトインストラクションということで教えるという仕事ももちろんあると思うんですけども、うん、そのあたりはどうですか、はい、なんて言うんだろうな、フライトするというところと、うん、やっぱり教えるというところと、はい、ちょっとまた2つのジャンルなんですけど、そのあたりは楽しんでますか？はい、もう本当に楽しくて、もう本当に天職だなって思うぐらい、毎回毎回楽しんでフライトしてます。うん、どんな時がその共感として、あ、よかったなって思います？うん、やっぱりまあ、あるマニューバーを、ある、ね、操縦に苦戦してる人、例えばランニングだとかテイクオフだとか練習する中で、まあ、こちらもアドバイスするんですけど、それがその生徒さんの本当に脳みそと体につながって、実際にそれができるようになった瞬間っていうのは、うん、本当に感動的で、つい最近も、まあ、そういうタイミングはあったんですけど、はいはい、本当に嬉しかったですね。あ、うん、それは訓練生みんなね、いろんなタイプがあって進捗度も違う中で、うん、ね、マミさんのそのアドバイスで彼言ったんですよね、脳みそと何体がつながったみたいな体がくっついて、はい、やっと
つながりましたって言ってくれてよかったですけど。そうですね、まあ、確かにね、訓練してると頭で分かってるけど、ね、あの手に出ない足に出ないっていうのがあるんですけども。そうですね。あ、逆に変な話、怖かったことあります？教官として飛んでて。そうですね、あの幸いあの怖かったことは本当になくって、うん、そうですね、なかったです。あ、一度、あ、まあちょっとどうだろうな、今のところは幸いないですね、まだ。よかった、よかった。怖かったことは。はい。怖かったことがたくさんできたらどうしようかなと思って。いや、でも本当楽しいですよね、教官っていう仕事。はい、楽しいですね。ね、この間も、Facebook のメッセンジでね、なんかいろいろ盛り上がったんですけど、自分の生徒をソロに出す。ね、ご自身がソロに出た時も感動したように、うん、その自分の生徒をソロに出すっていうのはどうでしたか？うん、いや、もう本当に、あの、親鳥が子供の鳥をこう初めて巣から出て飛び出させるっていうか、もうちょっとすいません、変な例ですけども、まあ、本当にね、あの本当にもう嬉しいですね、最高です。ですよね、確かにそうですよね。で、そうやっても教官パイロットとして今ご活躍なんですけども、やはりあの冒頭、あの先ほどのね CM 上がりに話したように、そのカナダっていうのは就職の確率が、まあ比較的高いというか、いう中で、まあ、今も仕事されてるじゃないですか。で、はい、今後ですよ、もちろんフライトインストラクターという仕事も素晴らしいと思うんですけども、そのマミさんの中でその次のステップっていうのはどんな感じでお考えになられてます？そうですね、まあ、パイロットになるって決めて、カナダになるって決めた時からやっぱり一番大きな目標、パイロットの中での一番大きな目標はやっぱり、まあ、エアカナダとかそういった大きなメジャーなエアラインのパイロットになるっていうことだったんですけど、で、まあ、それは今でも変わらなく大きな目標としてはあるんですけれども、まあ、その道中で、やっぱりメデバックだとか、メデバックで医療の連携、医療との連携っていうところの、仕事をしたりだとか、あとはプライベートジェットで、よりその個人の要望に合ったようなフライトができる、そういった仕事もしてみたいなって思ってるので、今はいろいろ興味を持ってます、でもやっぱり実際にそのフライトスクールに入って教官として仕事をして、いろんなそのネットワークができる中でいろんな視野が広がって、エアラインだけではないっていう仕事があるんですよね、実際ね。そうですね、パイロットの世界には、はい、本当に、プライベートビジネスジェットの世界もね、本当に話を聞くと、醍醐味って言ってます。全て自分でプランニングをして、客室乗務員にもなりながら、コンシェルジュになりながら、その方々に満足を、味わってもらうし、本当に行くところがもういろんなところあるしと、というお話も聞いたことありますし、その医療とやっぱり結びつけるフライトってまたまた責任が重くなるじゃないですか、ね、そういうのがね、もちろんカナダもたくさんいっぱいある、アメリカもいっぱいありますけども、そういうところにも今興味持たれていらっしゃると。そうですね、はい。でもいずれにしてもやはりグリーンカード、まあ、グリーンにアメリカではグリーンカード、カナダ永住権、はい、永住権、永住権もやはり、国によって違うんですけども、カナダの永住権の取り方っていうのはどういう方法があるんですか？まあ、いろいろ本当にシステム、プログラムというか、申請する人の立場に立ったというか、いろんなプログラムがあるんですけど、例えば私の場合ですと、前の前職で、まあ、10年ぐらいのキャリアがあるので、そういったキャリアを活かせるようなプログラムで申請しようと思っていたりだとか、あとは州自体が移民をより受け入れている州があるので、そちらのタイプだと州がちょっとサポートをしてくれたりだとか、そういういろんなプログラムがあります。あ、やっぱり州によって違うんですか？そうですね、州によって違いますね。あとはやっぱり年齢、学歴、英語力、職歴っていう4つの大きな柱で、ポイント制になっているので、そのポイントをどういうふうに稼ぐかとか、そういうのも、重要になってきます。となると、例えば若い子たちが、じゃあカナダに行ってパイロットになろうって言って、訓練を受けて、まあ、教官になってっていると、職歴自体はものすごく少なくなるじゃないですか。その辺は、大丈夫なんですか？どっかでカバーできるところなんですかね。どうなんだろうな。例えば若いから有利だとか、職歴、年齢とかって
どうなんですかね。そうですね。どうなんだろう。まあ、やっぱりそのポイント制のところだと、年齢が若ければ若い方がポイントが高いので、うん、まあ、ちょっとアビエーション関係ではないですけれども、うん、例えばワーキングホリデーで20代前半の方が来て、うんうんうん、まあ、そこで調理師の仕事を1年間して、そこでサポートしてくれたので永住権取れましたっていう話をどこかで聞いたりだとかですね、まあ、本当にいろんなやり方があると思います。本当にそれはね、その人その人 の, そのバックグラウンドでも、うん、まあ、キャリアでも違うと思うんですけど、そのあたりはね、いろんな情報を収集しながらと、うん、そのパイロットというところで言うと、ちょっと楽しくありますけど、マミさんみたいにそのキャリアパイロット、プロパイロットを目指して、やる方ももちろんいるんですけども、うん、私自身はそのプロだけじゃないと、アマチュアで飛ぶのもすごく楽しいところじゃないですか、うん、まあ、その辺はカナダもやっぱりたくさん、そういった人口は多いですよね、アマチュアパイロット飛びたいという方。そうですね、多いですね。はい、多いです本当に。自分で飛行機を持たれて、そうですね、持ったりだとか、あとクラブの飛行機をレンタルして飛んでる方とか、はい、いいですよね。いいですよね。はい、今所属してらっしゃるそのビクトリアフライングクラブっていうのも、まあ、クラブっていう名前があるだけなので、はい、あるので、あれですか、はい、やっぱりクラブ機として、一般の民間の方々が飛行機をレンタルして遊んでるっていう例も多いんですか。そうですね、多いですね。はい、レクリエーショナルフライトって言って、そうですね、本当に訓練以外で個人的に借りて、まあ、家族とか友達とかと飛びに行ったりする方っていうのも結構多いです。うん、そういう世界はね、やっぱりなかなか日本では馴染みがないので、はい、まあ、この番組を通してね、海外でこういった遊びができるんだよ、まあ、飛行機遊びでっていうのはもともと絶対搬送がないはずなんで、まあ、そういうのをリアルでね、体感されてるまみさんの話っていうのはすごく、貴重だと思います。もちろんプロになりたいという方、プロになるということはつまり仕事をするので、じゃあその仕事をするための、場所、就職できるところの、まあ、ビザですよね、就力とか、その辺がやっぱり、ね、大変な中、まあ、こうやってカナダを選ばれたというところで、ただ今現在やっぱり世界中どこもコロナじゃないですか。そうですね、もう本当に悲しいニュースがどんどんね、航空業界、旅行業界、どの産業もありますけども、まあ、そんな中で実際どうですかね、海外に行って、まあ、パイロットになりたいという人たちに対して、なんかどういったアドバイスができます？まあ、私の個人の話でいくと、やっぱりこのコロナがあったおかげというのはあれなんですけれども、そういった条件があったので、今まで忙しく空を飛ばれてた先輩方と、こうやってオンラインだとか地上でコミュニケートさせていただく機会が増えたので、そういう意味で人脈を広げるいいタイミングにはなってると思います。うん、なのでまあ捉え方次第では、うん、まあ、今も、まあ、ピンチですけど、まあ、それもまあチャンスに変えられるのかなっていうふうな感じでは思ってますけど。まあ、その話を聞くと、マミさんのフェイスブック私見てると、やはりどんな時にもそのポジティブに考えて、いろんな情報を収集しながら、進めていくっていう発想がまさに今の言葉だと思うんですけども、うん、やっぱりどっちかというとね、コロナで沈みがちなんですけども、特に若い子たちがパイロットを目指していた、でも今コロナでどうしようって考えているときに、まあ、その中でチャンスを見つけていくと、情報収集をネットワーキングを広げる、で自分で勉強する、まあそういった活動をね、ぜひ支援できるような、今もうオンラインでいろいろできちゃうじゃないですか、こうやってズームでカナダと沖縄をつないで放送もできるぐらいですからね、まあ、そういった意味では世界中にたくさんいるそういったネットワークを活用しながらですね、後輩の育成っていうのも、携わっていけたらなと思ってます。ありがとうございます。であとですね、パイロット、まあ、今教官パイロットですけども、やっぱりパイロットでよかったなっていうお話聞かせていただけますか。よかったな、もう本当にでも毎日やっぱりさっきの繰り返しになっちゃうんですけれど、本当に何も飛行機のことわからなかった人がもう一人でウォークアラウンドできるようになって、一人でエンジンスタートして ATC とコミュニケートして自分で判断してで掃除ができるようになって、そういう姿をやっぱり、間近で見て、かつ自分もフライトできて、それにちょっとお手伝いができているっていうことが本当にやりがいがあって、毎日充実してます。
ありがとうございます。あのプロパイロットの世界ってね、あの本当にエアラインから、ビジネスジェット、我々のようなその、ジネアビで、操縦教育っていう社会もあるんですけども、実はその、あの教官パイロットの世界ってすごく素晴らしい世界なんだよっていうのを、あの私自身思ってる中、今マミさんがね代弁していただいたようですごく嬉しいです。あのあれですよ、メッセージ来てますよ。あの長岡さんが1回じゃ足りないですね。カナダの日常生活についてもお伺いしたいです。ぜひとも2回目のご出演の機会をお願いします。リクエスト来てますよ。はい、本当にこのもうあっという間の1時間ですけども、マミさん本当に貴重なお時間、貴重なお話、ありがとうございました。ありがとうございました、また次回というもうリクエストも来てるので、これ番組あったら打ち合わせありますので。はい、ありがとうございました。はい、この番組、玉の花へのパイロットになろう、この番組は日本、国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロットアカデミーの提供でお送りしました。また来週、皆さんさよなら、ありがとうございました。まみさん。もう長尾さんからリクエストしてるから、いや昨日話したのこれ多分1回で1回で足らんよなと思って、うん、もう決定です。決定。もう2回3回シリーズね、もうどんどん出てきてるからね、うん、楽しみ楽しみ。でもだって自分カナダは知らないからもっと聞きたいもん。でさっき CM 中に話したさ、何あのジェットスキーとかなんかそういうのもさ、やっぱカナダならではのさ、ね、休み休みで何するってすごく楽しみじゃないですか。いいな。いや、あのそういうところもね、そういうのもねいっぱい聞きたいしね、なんか映像を見ながらとかね、あ、いっぱいいっぱいアイデア出てくるよ。こんなのがあってみたいな、うん、飛行機に乗りながら中継とかね。今でももう適当に言ってるけど面白いかもしれない、見てる人がですね。はい、ありがとうございました。じゃあこれからなんかも長岡さん2回目3回目4回目やってくださいって。はい、ありがとうございました。じゃあマミさん1回スタジオ出るんでごちゃごちゃしますんで、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。いきます、はい、じゃあはい、結局フェイスブックは繋がってなかった。あれですね、なんでかな、大体なんかトラブル。